皆さんどうもこんにちは。バイボーアップデートクラス担当講師の鳥本です。今日は前回に引き続き、なぜ礼拝を捧げるのかパート2をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。パート1のおさらいになるんですけど、私たちが礼拝を捧げる一つの理由として感謝感激がありましたよね。イエス様の十字架の愛によって私たちの罪が贖われて一方的に救われたこと、このことに感謝感激するから私たちは礼拝を捧げるんでしたよね。今日はですね、礼拝を捧げるその他の理由を見ていきたいと思います。ということで、私たちが礼拝を捧げる理由2番目ですね。2番目の理由は悔い改めと再献身です。聖書箇所をシェアします。第一コリント11章の24節と25節。感謝を捧げて後それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。そうですね、私たちはイエス様、私はあなたを信じますと言っててもすぐに忘れてしまうし、また状況や罪にすぐに影響されてしまいます。礼拝を通してイエス様の十字架の犠牲とその愛を思い出して、自分の今までの行動を悔い改めて、そしてまたイエス様に仕えていくんだ、再献身ですね、これをしていく、これが私たちが神様に礼拝を捧げる第2番目の動機なんですね。そして3番目の理由ですね。3番目の理由は神様の命令に従うからです。聖書箇所をシェアします。出エジプト記20章の8節から11節。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。そうですね、神様は6日間で天地を創造して、そして最後の7日目お休みされたんですね。そしてこれを安息日として特別に神様が聖別されたんです。皆さん、安息って何ですか？ポテトチップス食べて枕にこう肘かけて寝転びながらテレビ見てとか言って笑いながらやることが安息ですか？違いますよ。安息というのは特別に一日を聖別して、その日を神様に捧げることが安息です。これが私たちが神様を礼拝する3番目の理由なんですね。最後となりましたけど、私は皆さんにお勧めしたい、もし毎週日曜日教会に行っていないクリスチャンの人がいるならば、どうか毎週日曜日礼拝に参加してください。そして毎週日曜日毎週イエス様を礼拝してください。神様を礼拝してください。賛美を捧げてください。そうすることによって私たちの本当に霊が燃やされて、信仰がどんどんアップグレードされていくんですね。そして燃やされて、そして職場で学校でイエス様のことが伝えていける。そのことによって本当に身が結んで、
どん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 リバイバルがなされていく。だから本当に礼拝に出ることはすごく大事なんですね。どうか皆さんが、本当に毎週日曜日聖別して、礼拝に出ることができるように、お祈りしています。最後にはなりましたけれども、聖書箇所をシェアして終わりたいと思います。ローマ12章1節と2節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。最後にお祈りして終わりたいと思います。皆さん軽く目を閉じてください。お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日こうして礼拝のことについて学べたことを感謝します。イエス様、どうか私たちが日曜日しっかりと聖別してあなたに全力の礼拝を捧げることができますように、また本当に礼拝を通してあなたとの関係性がどん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 深まっていって、信仰がアップグレードされて、どうかイエス様あなたに近づいていくことができますように、イエス様どうか導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、ではこれにて、なぜ礼拝を捧げるのかシリーズは、終わりたいと思います。皆さん、見てくださりどうもありがとうございました。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとう。